皆さんこんにちは、キスケです。本日の髪の毛パーティーは全ての、キャラに対して、まあ、有利に戦えるんじゃないかっていうパーティーになってます。はい、意味わからんと思います自分でも何言ってるのかわからんねんけど、まあゴジブルで特殊カバチェンとか、全て無効にしてあげて、で復活踏ん張りキャラクターに対しては、まあ、破壊神ビルスで特攻してあげて、まあ、相手の強いキャラクターに対して、例えばウルゴジとかそういうキャラクターに対しては、リミテッドのベジータブルーの抗体禁止究極で落とし切ってあげるっていう動きができるんで、めちゃくちゃ強いと思うんですよね。でなんなら破壊神ビルスに限っては、特殊圧で抗体禁止つけれるんで、まあ、それもまた強いよね。はい、特殊カバチェン無効、早速働いていく。この3人の並びね、受けキャラはもちろんいいひんねんけど、めっちゃ強いと思うよ。今の環境攻めづらいなーっていう時はウルゴジでちゃちゃっと殴っちゃえばいいし。はい、嘘なんで、マジかよ、最速で押したぞ俺、跳ねてないよな、奥に当たって。俺はちょっと納得いかんねえ。はい、ラッキー。 OK、 さあさあさあ、まだ落ちないな。キャラチェンしないのか、死ぬでこれはさすがに。さあゴジータ4を突破していく。救出だろうがなんだろうが交代禁止で縛っちゃえばもう無なんでね、これは強い。はい、あー最悪、やらかした。まあ相手のパーティー、その踏ん張りキャラクターとか復活キャラクターいないんで、まあ、ライジングで落としてほしいのは正直破壊神ビルスやけど、あれこれでもライジングじゃないのか、ラッキー、これはラッキーやね。さあこれで、まあこっちもライジングラッシュ溜まってるんで、怖え何かを待ってるな、めちゃくちゃ恐ろしいな。はい、ナイスライジング、救出が生きることはなかったか。全キャラ特攻パーティーよこれ、マジでめっちゃ強いと思う。で髪の毛でしっかりタグが統一されてるんで、 Z アビリティのノリもいいという形になります。さあラスト OK、 さあマッチングしました。何でくんのやろね、まあ分からんけど、何が出てきても大丈夫なパーティーなんで問題ないですね。はい、まあ特殊カバチェン一見多いように見えるんですが、ゴジータブルーでお茶の子さいさいと、交代禁止の的もいると、ほらなかなかいいんじゃないか。お願いします、手札破棄。はい、合わせてくる。通常、あ、若干ラグいけど、ラグいな若干ラグいけどラグいな。特殊カバチェン向こうダメージ稼いでいくよ。3回使えるっていうところがいいんだよな、ほんまに超強い。で火力も十分あるっていう、一体いつのキャラクターなんだっていう感じなんやけどね。もう1年以上経ってるんで、うん、よくない。はい、結構入りそう。あ、痛え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 、めちゃくちゃ痛いやん。合わせてくる、入るまあこれはちょっと良くなかったな。さあ、攻めづらいね、ラッキー。はい、オッケー、よしよしよし、じわじわダメージ与えていくか。
バニシング奪おうと思ったけどしっかりと入っていく。記憶回復なかったわ忘れとった。気力回復ぐらいつけてあげてもよかったんじゃないの。ダメなんかい。回避うますぎ。ほい、あれ、まあいっかそうか、そうビルスも特殊カージェン向こう持ってるっていう怪物やん。はい、一瞬カバジェン外しそうになったのは内緒ですさあこれでゴジータ4落ちていく。さあ残り2体、ただ交代禁止からスタートやんね。ただ落としたんでアーツはしっかり引けてる。合わせて、合わしてる、これ体貫通しとるけど大丈夫よくわからんけどラグくてよくわからんのよねラグくて。はい、さあ危な、今打撃アーツ落ちそうになったわ。さあチェンジアビリティ使うかな。まあ黄色と緑残ってれば多分相手の並びは倒せるんで、ライジング打ってくるならビルス、読め、無理かさあ2対2、ただまあ色的には有利やと思うんだよな。悟空ベジータもね、黄色と緑の並びがあればわりかし OK。 うーん、ただこれで交代禁止使ったんで、うわー持ってるか。ライジング打ったばっかりのに持ってんのちょっと強いよね。はい、危ないよ。前に進めないラギクテスラタン、オッケー、これはありがたい。いやーでもバニシングちょっと厳しいからこうするわ。はい、これでも落ちるんで、バニシングない状態で交代禁止で縛られての方がちょっと嫌だったんで、交代禁止なかったんで交代禁止なかったんで気にする必要はなかったんですけど、まあまあまあいいんじゃないですかよくないけどね。外した、なかなか楽しめたぜ。さあマッチングしました。スーパーサイジンパーティー対戦やっていきましょう。青青黄色は結構珍しい並びやね。そうか、俺が知らんだけで流行ってんのかな。お願いします。まあライジング打っちゃうと黄色が出てきちゃうよっていう、なかなか厄介なパーティーではあるんですが、いやベジータブルーがマジで硬いんだよな。すごい硬い、なんでこんな硬いんだ。それがわからない、それがわからない。で強い、うん、めっちゃ見てくんな。逆に即圧入りそうやね、強え意外と強え悟空が入る。はい、出てこない。はい、ナイス。いやーミスったな、ライジングでよかったね今の。まあいっか、今の救急カードで落ちてそうやったわ。よくない、ダメージ計算がもうチンプンカンプンなんだよな。さあ残り2体、バニシングは残ってる状態なんで大丈夫だとは思うんですが、さあ交代禁止終了していく、ありがてえ。はい、よし、よかった。めっちゃ見てくるからさ、すげえ辛かったけど、なんとかやね。
ビルスの活躍する場所もちょっと作っておくか。どっちにしろ交代はしてこへんと思うけどね。まあこれで格殺。さあラスト3対1の状況なんで、もう雑にライジング打っちゃっていい、雑っていうかバニシング雑に奪っちゃって、ただこれな、相手もライジング持ってるんですよね。ライジングぶつけ合ってなんか総裁みたいなちょっと辛いんで、おっしゃった、はい、危ない、びっくりマークナイス、ライジング強い、このパーティーすごく強いということでいかがだったでしょうか。まあ髪の毛パーティー組むんやったらこういう形のパーティーもほんまに悪くないんじゃないかなって、うん、個人的には思いますね。すげえ強かったと思います。お疲れ様でした。修行の足しにもならん。